よし、山田だ。本日も飛び盛りをやっていきたいと思います。さあ、このサブキャラの山田なんですけど、本日もね、しっかりと詰めていきたいんだが、俺があまりにも虫取りが下手くそすぎて全然捕まえられない件について、お、捕まえることができたっていうわけで、本日はね、スイッチの動物の森についてね、語っていきたいと思います。いやー、スイッチ版の動物の森出るのがもうすぐって言ったことで、かなりね、今盛り上がってきてますよね。おそらくもうこれ以上はね、最新情報でないんじゃないのかなっていうぐらいにもう出揃ってきているので、本日はね、その一つについてちょっとね、語っていきたいと思います。すでにご存知の方も結構ね、いるんじゃないかなと思うんですけど、今回の動物の森はなんとオープンワールドにね、なるんですよ。ね、皆さん、オープンワールドって何か分かりますか？まあ、何か分かるっていうか、言葉で表すのって非常に難しいんですよね。まあ、簡単に言うと、モンスターハンターワールドとか、まあ、マインクラフトとか、ああいうゲームがオープンワールドのゲームになります。そして、マモルに喋りかけると、なんか俺の前でいきなり着替え出したんだが、まあ、相変わらず変態だな、こいつ。大丈夫か？ねえ、女の子の前でさ、いきなり着替えるって、まあ、明らかに捕まるぞ、お前。大丈夫か、守る。心配になってくるわ、お前の将来がよ。はい、っていうわけで、新作の動物の森はオープンワールドになるっていう説が非常に濃厚になってきておりますが、ね、皆さん、オープンワールドって聞くと非常にね、あ、すごいとか、ポジティブな、ね、イメージが先行するかと思うんですけど、ね、ネガティブな部分もあるんですよね。ね、それは何かと申しますと、やはりね、オープンワールドにすると非常にね、負荷がかかるんですよ。そう、負荷がね、かかるんですよね。まあまあ、スイッチ版のマインクラフトとかをやってる方ならね、すぐわかると思うんですけど、かなりね、負荷がかかっちゃうんだよね。何が起こるかというと、かなりね、カクついちゃうんだよ、画面が。まあ、テレポートしたりとか、フリーズしたりとかね、そういうことが非常に多くて、まあ、何を言ってるかというと、スイッチ版のマイクラをね、やった方ならわかると思う。まあ、ああいう感じになりますよっていう感じですね。もうそういう感じとしか言いようがないんだけど、だからまあ、任天堂スイッチってかなりね、高機能でスペックも高いんだが、ね、オープンワールドとかになるとさすがにね、厳しいんですよね。 PS4 でもさ、なかなか厳しいのに、スイッチでオープンワールドやっちゃうとね、どうしてもカクつきがね、出てしまうからね。もしかすると今回の御島8人プレイですることが可能なんですけど、でもし8人でやった場合とかは、カクついてろくにゲームができなくなる可能性もね、もしかするとありますからね。いやー、マジでさ、分かりやすい例ってスイッチ版のマイクラだよな。まあ、ソロだと何も問題なくゲームをすることができるんですけど、マルチになった瞬間に、特に、まあ、7人とか8人とかでね、一つのマップでオープンワールドで遊んじゃうと、ガチで本当にね、動機ずれがひどすぎるんだよ。でもゲームができないんじゃないかっていうぐらいひどくてさ。ねえ、あれでちょっと任天堂さん学んでほしいよな。スイッチでオープンワールドはね、さすがにちょっとまずいと思う。まあ今なら間に合うと思うので、まあオープンワールドでは出してほしくないなっていうのが本音ですね。まあ、オンラインを経由せずに、ソロでちまちま遊ぶ分には全く問題ないんですけどね。ただ、オンラインとかをまたいで複数人でやると、ね、悲惨な運命が待ってると思う。ね、マイクラとかもさ、あれもう撃っちゃダメなレベルだからな、本当に。動機ずれがやばすぎる。っていうわけで、まあ、スイッチ版の動物の森非常にね、発売するのが待ち遠しいんですけど、ちょっとね、僕の中ではオープンワールドが非常にね、気になっている。ねえ、まあできればやめてほしいなっていうのが、ね、本音だけど、まあそれはね、やっぱ任天堂さんが決めることなんで、ただまあ負荷さえ減らせば、もうオープンワールドでもできると思うので、まあそこに関してはどう調整するのかなっていう感じでしょうか。ただね、もう一つ懸念点がございまして、今回のスイッチ版の動物の森ってさ、まあ、まだ海外のリーク情報で噂レベルなんですけど、村の広さもね、
どうやら変えることができるみたいなんですよね。まあ、その機能がアップデートで追加されるのかどうかわからないんだけど、まだね現時点では。ただ村の大きさが変わるイコール、ね、オープンワールドにそれでしちゃうともう負荷って計り知れないんでね。そういうのがまた向かい風になってね、厳しくなるんじゃないかなと思いますね。そうだから、まあ村訪問を複数人でしたりとかね、ミニゲームをねみんなで一斉にしたりとかね、そういう時はかなり動機ずれとかが起こるんじゃないかなと懸念しております。ところで皆さん、スイッチ版の動物の森が今年の夏から秋にかけて発売する予定ですけど、買いますか？そう、俺がさ気になってることってそこなんだよな。みんなどうなのかなと思って。まあ未だにね任天堂スイッチを持ってない方って結構ね学生とかだとおられると思うんですよね。まあもちろんね高いっていうのもあるし、あとはね任天堂オンラインに加入すると、そう 3DS の頃は月額は発生しなかったんですけど、今回はね任天堂スイッチの場合月額が発生してしまいますのでね、金銭的にはかなり厳しいんですよね。だからまあどうなのかなと思ってね、スイッチ自体を持ってない人も結構多いと思うから、まあ飛び盛りよりかやっぱりね人口は減ってしまうのかなと思います。今思うとさ、飛び盛りってめっちゃ気軽だよな。オンラインも無料でできるし、でかつ 3DS でできるから寝転がってもできるんですよね。でそう考えると本当に神ゲーだなと思いますね。えぶっちゃけさ、スイッチ版の動物の森出なくてもこの飛び盛りだけでもねかなり楽しめますからね。確か飛び盛りって2012年に発売したんですけどね、今年で8周年だっけ。おそらくね8周年ぐらいだと思うんですけど、8周年いや7か7周年ですね。ただ未だにこうやってねたくさん遊んでる人がいるわけで、そう考えるとねめちゃくちゃいいソフトだなと思います。スイッチ版の動物の森にはかなり期待しているんですけどね、変わってしまう部分があったりとか、あとはやりにくくなってしまうんじゃないかっていうね不安もあるのでね、なんとも言えない心情ですね今は。まあ楽しみではあるんだけどね。皆さんどう思いますか？スイッチ版の動物森については。まあまあね、いろいろとね聞いてると問題点もありそうだからな。まあなんだかんだ言って僕もね勝って実況する予定ではあるんですけど、まあむしろねメイン実況としてねしっかりとやっていくつもりなんですけど、だからまあ今ねこうやって飛び盛りでしっかりとね下積みをして、で覚えることを覚えて、でスイッチ版の動物森に向けてね備えてるわけなんですけど、まあ今年の夏までには村が完成できたらいいなっていう感じですね。まだ村がかなりね発展途上になっているのでね、切りよくやっぱりね終わりたいですからね。しっかりとした村を作っていざスイッチ版の動物森をやるみたいな感じで。てか俺さ全然魚捕まえてねえな。虫はね結構捕まえていたんですけど、魚がね全く捕まえられてねえな。これはちょっとね魚釣りをする回がもしかすると将来的に必要かもしれません。ただ魚釣りってかなりめんどくさいんですよね。っていうのも季節でしか釣れない魚っていうのがね、動物の森の世界ではかなり多いので、まあ、タイムトラベルしたりとか、あとはね場所もね選んで釣りに行かないといけないし、そこがねなかなかめんどくさいんだよな。まあまあ図鑑もねしっかりとコンプリートしてスイッチ版の動物森に備えていきたいと思いますので、それまでね頑張っていきますわ。あー魚釣りめんどくせえな。まあ虫に関してはね結構コツコツやっていたので、まあ結構揃っているんですがね、魚釣りはサボりまくったからな。まあ個人的にね魚釣りがね苦手っていうのもありますけど、まあまあそういったところでね本日はキリがいいのでこの辺りで終わっていきますか。もしチャンネル登録をしてない方がおられましたら、この機会にチャンネル登録をしていただければ非常に嬉しいです。ではでは皆さんお疲れ様でした。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。